これは美味しいお酒に合う乾杯グルメに喜びを感じるある主婦の物語。その主婦とはあさみさんです。それでは主婦あさみの乾杯グルメシーズン3スタート。りゅうちゃんどうしたの？さっきから卵とにらめっこして。いやね、この卵ちゃんがどうやったら美味しいおつまみになるのか考えててよ。あ、そうだ、ちょっとその卵貸して。りゅうちゃん、お待たせしました。待ってました。もう卵に迷わなくたっていいんだよ。台風やみつき卵になります。さすがアサミン、いただきます。とろとろしておいしいね。この卵エゴ。卵をナンプラーやパクチーで漬け込み、台風に仕上げてみました。さらに具材にはヘチマも入れているから、ちょっとだけウチナー風も入っております。そしてこの卵料理のお供はこちら。あー、たまりませんね。さすが私、あっぱれです。アサミン、この感謝の気持ちをモノマネで表現させてください。うん、ゆで卵。りゅうちゃん、それじゃないでしょ。見といてよ。ゆで卵。ゆで卵。違うよ、ゆで卵。あれがいいね、最後らへんがいいな。嘘、ゆん、どんな、ゆで卵。どんどんって言った最初。この放送は美味しいグルメにはやっぱりクリアアサヒ、アサヒビールの提供でお送りしました。